皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みっちです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので、私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか？それでは、3、2、1、はい。感謝する。感謝する。ピアノのお月謝。ピアノのお月謝。意識を失う。意識を失う。交通標識。交通標識。看護師、看護師。保護者、保護者。豊富な知識、豊富な知識。豊かな生活、豊かな生活。夏期講習、夏期講習。外国語講師、外国語講師。最後、これ僕のことですね。はい、次参りましょう。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか？じゃあ始めます。感謝の謝、お月謝の謝。感謝の謝、感謝の謝。謝、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 謝。感謝の謝、感謝の謝。謝、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 謝。感謝の謝、感謝の謝。謝、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 謝。意識を失うの式、交通標識の式、交通標識の式、交通標識の式。式、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 式。交通標識の式、交通標識の式。式、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 式。交通標識の式、交通標識の式。式、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 式。看護師の語、保護者の語。看護師の語、看護師の語。語、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 語。看護師の語、看護師の語。語、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 語。看護師の語、看護師の語。語、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 語。豊かな生活の豊や豊富な知識の豊。豊富の豊、豊富の豊、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 豊。豊富の豊、豊富の豊、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 豊。豊富の豊、豊富の豊、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 豊。
夏季講習の講、外国語講師の講、外国語講師の講、外国語講師の講、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 外国語講師の講、外国語講師の講、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 外国語講師の講、外国語講師の講、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 講。はい、そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので、私皆さんですね、大きい声で読みの練習をしましょう。準備よろしいですか？ 3、2、1、はい。感謝する、感謝する、ピアノのお月謝、ピアノのお月謝、意識を失う、意識を失う、交通標識、交通標識、看護師、看護師、保護者、保護者、豊富な知識、豊富な知識、豊かな生活、豊かな生活、夏季講習、夏季講習、外国語講師、外国語講師。はい、そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか？3、2、1、はい。そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか？じゃあ始めます。3、2、1、スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。